どうも皆さん、サラオカゲマルと申します。今日はですね、こちらポケモンカードゲームソード&シールドの拡張パック魔天パーフェクトというボックスをですね、なんと開封動画初めてやっていこうかなと思いますということで、最近ですね、私アモンガス、結構ね配信でやってるんですが、そのねコラボさせていただく方々で結構ねポケモンカードポケカが流行ってるんですわ。まあぶっちゃけもう世間的にはすごい波が来ている、カードゲームなんですが、ちょっと私ですね、やっぱどうしても一個だけね、なんかコレクションする系の趣味欲しいなって思ってたんですよ。そんな時にもうおすすめされてですね、もうこれやるしかないなと。結構そのアモア最新者以外にも結構こう友達とかからも勧められたので、僕やるっきゃねえということで背中押されて今回始めることにしました。でね、インテレオンとかさ、ゲンガーとかなんかハイクラス VMAX デッキみたいなさ、構築されたやつ売ってるじゃないですか。あれとかをとりあえず買ったんですよ。あとなんかコンビニで見つけたパックちょっと買うみたいな。でもどうせならボックス買ってパック開けて自分でいいカード引きたいなと思ったんで、今回はこちら魔天パーフェクトで、開封動画初めて挑戦していこうかなと思います。ちなみにこれはですね、買う時についてきたドラゴンポケモン V ゲットチャレンジ、これね、ワンチャンなんだっけ、レックーザ V とかジュラルドン V が入ってる可能性があるっていう。僕は全部持ってないんで欲しいんですけど、あとこれはね、入ってる中身は分かってるんですが、博士の研究、ウィロー博士のが1枚入りプロモカード。こういうなんかプロモのカードって地味に嬉しいですよね。さて、じゃあ早速、このボックス開封ね、ちょっと初めてやるんでドキドキするんですが、人の動画とか見てね、なんとなくやり方練習したんで、なんかカード、こうやって引くのね、俺練習したんで、ちょっとぜひともやっていこうかなと思います。じゃあまずは、開封していきましょう。と、その前に、これ自慢なんですけど、さっき言ったインテレオン VMAX の箱あるじゃないですか、ハイクラスデッキ。あれさ、スペシャルアートってのが入ってるんですよ、稀に。見てください。ゲットしちゃいました。すげーキラキラしてる。かわいい。僕実際ソードシールド遊んだ時、インテレオン、メッソン使ってたんで、めちゃくちゃ愛着湧いてます。このね、ショボスケさんに勧めてもらったこのアクリルのやつに入れてあります。なんかね、おすすめの保管方法とかあったらよかったら、チャットとか、チャットじゃねえ、生放送にちょっと最近やってるから、コメントで教えてください。そういえば今更だけど、この、下に敷いてるこの反射防止のシートを、めちゃくちゃ動物の森で申し訳ないです。いや、てかこれ初めて開けるんで緊張する。これもさ、今こうやって切って出しやすくしてるんですよ。で、こういうのね、やるべきだって見たんで。なんだけどちょっと普通にこれ緊張するわ。オープン！うわーすげえ！あ、すげえ！こうなってんだ！うわーぎゅうぎゅう詰めやー、すげえ！うわ、ぎゅうぎゅう詰めや、うわ、夢あるなー。よし、じゃあちょっと一回上の方ね、全部切って出しやすくして、改めましてすいません。何度もすいません。早速開封していきましょう！はい、ということで、こんな感じでですね、一個一個、この入り口をね、切り終わりました。これさ、初めてやったんだけどさ、もう全部が初めてなんだけど、ハサミで中身傷つけちゃわないかめちゃくちゃ心配になった。ということで、早速ですね、開けていくんですが、まずは前座としてですね、こちらのプロモカードからいきましょうか。これはね、もう多分このまま出しちゃえばいいと思うので、ほい。まあ、これはね、もう何が入ってるか確定なので。さあ、ウィロー博士、ドン！わー、かっこいい！あれですよね、ポケモン GO の博士ですよね。あ、これなんか、ポケモン GO で入れると使えるんだって。俺、ポケモン GO 最近もほとんどやってないから、先着1名様にこれどうぞ。使ってください。ということで、まあ、並べておきましょうか。こうやってね、並べていくっていうのもなんか、新鮮な作業ですね。さあ、これ皆さん、早速、一つ、あれですからね。なんかね、確かこれ5分の1かな？なんか5枚あるんですよね、種類が。まあ、俺これ初めて手に入れるので、何当たっても嬉しいです。じゃあまず出してと。はいはいはい。いきますよ、みんな何だと思います？レックーザかね、ジュラルドンあたりがやっぱ当たりっぽい V だから。お願いします。ドン！わあ、かわいい！チルタリスだ！見て、絵がキラキラしてる。プロモカード、ドラゴンポケモン V ゲットチャレンジって書いてある。いやー、V ゲットならず、だけどチルタリス可愛いしキラキラしてるから、バンジオッケー！さて、いよいよ魔天パーフェクト開けていこうかなと思います。これも要は裏にして出していけば、こうやって、そうだよね。中身が見えずに済むので、これでいきましょう。さあ、早速、ドン！お、エビワラ！かわいい！一撃って書いてあるね。そう、この一撃連撃ってのが今のソードシールドのなんか定番というか、なんかポピュラーらしいです。ごめんなさい、ちょっとなんかあんま言葉選びが難しくて。続きましょう。エビバラ、ドン。あ、なんかちょっとキラキラが見えてんな。グレックル、ドン。あ、見て、ガラルニアスめっちゃ可愛い。見てこの笑顔。俺ガラルニアスモフモフねめっちゃ好きなんだよね。さあ、どんどん行きましょう。ドン。あ、ガラルサンダーめっちゃかっこいいね。ドン。
ドグロック。あ、すげえ、進化前と進化後が入ってる。ちょっとさ、俺さ、なんか前にやってたアツモリのさ、アミーボカードの回復とかでもさ、みんな知ってるかもしんないんだけどさ、見てくれた人は。俺、一個一個結構喋っちゃうんだよね。でも、ポケモンカードって多分、トントン見ていくのが本当は一番いいので、ちょっと、なるべくテンポ上げていきます、だんだん。すいません。なんか、めちゃくちゃいいカードとか、好きなカード来たらちょっと喋らせてください。さあ、どんどん行きましょう。ちょっとね、キラカード、奥に並べることにしました。まあ、ぶっちゃけぼやけてるんですけど、ピントのせいで。まあ、許してください。ドン！あ、ジヘット。さあ、どんどん見ていきましょう。ほい。バケッチャ。あ、バケッチャかわいい。実写みたい。ほい。あ、腕っぽ。ほい。あー、フルフェイスガード、フォークスライ。フォークスライかっこいいですよね。さあ、次、モノズ。あ、さっきのジヘットの進化前。あ、ウールかわいい。ウール。幕の下。あ、え、待って待ってあれちょっと待ってちょっと待ってこれさ、待って、これ、ちょっと待って、これさ、これすごいやつじゃないっけ？ちょっと手震えてんですけど、ちょっと待って、一撃の巻物、我流の巻、ちょっと待って、え、待って、スクールガール！あれこれなんか俺動画で見たことあるぞ。なんか某、黄色い髪の鳥の人とか、某なんか、緑の髪の花の人とか、の動画で見たことあるな。あれこれもしかして、これ SR ってやつですか？これがもしかして。3パックまで来ちゃった。え、すげえ！めっちゃ可愛い！めっちゃキラキラしてる！これですか？これが噂の SR ですか？ワンボックスに1枚って言われてる。でもたまに2枚あるらしいけど。マジで？マジか！ちょっと待って、一旦気分転換していいですか？はい、すいません。取り乱しました。いや、やばい。まあ、一旦ね、取り急ぎこの、何？インナースリーブだっけ？に入れたんですけど、うわ、めっちゃ嬉しい。めっちゃ可愛いスクールガール。ねえ。キラッキラしてるわ。これか！パック開封の面白さ、ここだ！これだね、みんな！興奮がすごいもん。うわ、嬉しい。またちょっとね、パッパ、残りも上げていきましょう。もしかしたらレスアルがね、2枚以上入ってる可能性もあるし、普通に僕ポケモン自体が大好きなので、かっこいいポケモンとかがまだこれからどんどん出る可能性がある。ってことでちょっとですね、何パックかまとめて出していきました。こんな感じで上げていこうかなと思います。さあ、早速行きましょう。グライガー、ふい、クレフィ、ヒアップ、あ、ヒアップめっちゃ可愛い。見てこの笑顔。癒されちゃうね。穴掘りグローブ、ちょっと俺このカードのめくり方めっちゃ下手だ。穴掘りグローブ、ダイオード、あ、この奥に置いていけばいいんだ。こうやって。手の位置がどんどん右にずれちゃうわ。チルット、ハスボー、グレッグル、スリカイカップ、フォークスライ。いや、なんかどんどん行く。ちょっと待って。こんなどんどん行っちゃって大丈夫？あ、てかこう、手こうやって回した方がいいわ。みんなごめん。カメラのこの三脚に回した方がいいわ。みんなごめん。バケッチャ、エアームド、グレッグル。グレッグル結構被る。アブソル、パンプジン。あ、プクリン見てこれ。毛糸でやられてる。かわいい、めっちゃ。はい。ハスボー。全然キラカードが来なくなった。あ、でもなんかちょっと後ろにチラッと見えてんな。ほい。あ、モノズ。これ、あ、待って、みんな。これ、キラッキラしてない？あ、これなんかの V だぞ。えい！あー、すげえ！ジュラルドン V だ！やべえ！イラスト違いとかわかんねえ。あ、待って、でもこれ S って書いてない？これ SR？ え、わかんねえ。ちょ、調べていいですか？はい、調べてきたところですね。この子は普通のジュラルドン V らしいです。でも、めっちゃかわいい！かっいや、これ VMAX とか V とかめっちゃかっこいいね。ちゃんと置いておきましょう。さあ次、ツインエネルギー。知らねえ。何これ。あ、モノマネ娘。この子の SR も可愛いんだよね。さて、かわいい。危な。危機一発次。怠けろ。あがらぬにゃすかわいい。わあ、来た！ゴルーグ V。かっこいいね、君ね。光ってんだ、ここ。さあ、こう一歩。かわいらしい。バイウール。ジヘット。腕っぽう。あ、ガラルフリーザー。かっこいいね。ガラルファイヤーで進化のコート。進化のコートって確か普通にちゃんとなんかこう強いですよね。なんか普通にこうデッキとかにこう組み込まれるから、何枚あっても困らないという話は聞いております。さあ、調子乗って左の山をですね、この上に見える通り全部開け切ってしまいました。さあ見ていきましょう。あ、やる気者だ。懐かしいポケモンだな。さあどうぞ行きましょう。やる気者、クスネ、幕の下、穴抜けの紐、あ、ガラルニャイキング来た。ニャイキングとか入れたいですね。でも個人的にはね、今ね、ガラルファイヤーとか、あとインテレオンのやつに組み込めると聞いている、あれが欲しい、スイ君とか、入ってるらしいですからね。ブロスター、
あ、ソードあ、ゾードね。結晶の洞窟、ソーナシグライオン。あ、ヒヤッキーだ、進化きた。バイユール、まあ、結構、おーすげえ、まあ、カード被るのはね、しょうがないですからね。ダストダスだ、めちゃくちゃキラキラしてんな、やっぱ。あれだ、VMAX だ、みんな。V の上を行くもの、VMAX ね。今、だからやっぱ VMAX の輝き、レベル違うね。すげえ、ちょっと置いてみましょう。あ、フルフェイスガード、大事だよね。うん、このコロナ禍でね。シンボラ、モノズ、ナマケロ、ハリテアも、あ、なんかちょっと次キラキラしてるぞ。あ、まだだったわ。レスキューキャリー。あ、プリンかわいい。プリン。エアームド。あ、スクールガールの通常。これがね、通常スクールガールなんですよね。あ、来た、ガラルファイヤー。めちゃくちゃかっこいい。やっぱ黒かっこいいね。ポケモンかける黒やばいな。さあ、チルタリス。あ、この子あれじゃん。俺がさっき当てたやつの通常バージョンだ。ね。だからせっかくこの子を入れるデッキ作るんだったらさっきのキラキラしてる子がかっこいいわ。さあ、エビワラ、ハスブレロ、ハプクリン、進化のお子を、あ、ジジイロン。これもね、さっきのあのドラゴンポケモンのやつ入ってたらしいですからね。ガラルニアス、笑顔。この子何個あっても嬉しい。かわいい。ヒアップ、バケッチャ。あ、キバナさんや。この人も SR のなんかあのかっこいい絵のやつあるらしいですからね。アブソル。アブソル人気衰えないよね。チルッと。クスネ。なんかちょっとキラキラ見えてんだよな、後ろに。腕っぽ。うわ、ケッキングだ、かっこいい。シンプルに強いですよね、やっぱケッキングね。一撃、ごめんなさい、これゲームの話です。すいません。ポケモンカードの強さ俺そんな知らないんで。一撃、ウール、ゾード、モノマネ娘。うわ、かっけえ、ルガルガン V 来た。で、ドグロクト。うわ、ルガルガン V かっこいい。めっちゃかっこいい。キラッキラしちゃって、あんたってば、まあ。キラッキラしちゃってね。ってなるとやっぱ VMAX あたりも欲しくなる感じですね。さて、いよいよ最終フェーズにやってまいりました。ヒヤッキーから、開けていきましょう。ほい、モノマネ娘、プクリン、ダイオード、かっこいい。この辺はあれですよね。やっぱ複数枚あってもいいですよね。スタジアムとか、化粧の洞窟、幕の下、ナマケロ、ブロスター、あ、ルーンパッパー、ルーンパッパー、光っちゃって、ルーンパッパー。かわいいですね。やっぱ水タイプ好きなんだよな。僕自分のイメージカラーが青なので、結構ね、青いキャラクター好きです。なんで水キャラ好きです。アブソル、グライオン、モノズ、バイユール、アナホリグローブ、ソーナンス、ちょっと、よいしょ、ヒャッキー結構被り多いな。まあ、でもしょうがないですよね。そういうもんですね。やっぱバック回復って。クスネ、プリン、キバナ、チルタリス、クレッフィー、ブロスター、シンボラ、あ、キュレムだ、かっけ、懐かしいキュレム。僕ブラックホワイトめっちゃ好きだったんですよね。やっぱ中二病だったんで N が大好きでした。キュレムかっこいい、置いときましょう。さて、もうキラキラが埋まっちゃってしょうがないな。ちょっと上に重ねたりしていこう。さ、穴抜けの紐、ゾードを、ハスブレロ、あ、チルット可愛いね、チルット、ダイオードを、すり替えカップ、ハスボー、バイユール、グレッグル、あ、出た、出た、あ、ちょ、後ろ、引いちゃった。進化の子。出た、スイ君、かっけー、キラッキラじゃない。でもあれなんだよね、こういうのってさ、実際さ、デッキに組むってなったら、確か同じポケモン4枚とか入れれるでしょ。だやっぱ1枚じゃ足りないのよね。だ本当は、やっぱ4枚欲しいからパック開けたりシングルで買ったりするっていうのがやっぱポケカの王道ですよね。でもまあこれぐらいの普通の通常のね、カードだったら多分なんか数百円とかでシングルで買えるのかなっていう感じですよね。うわ、嬉しい。スイ君嬉しい。かっけえ。V がめっちゃ並んでるけど、VMAX ダスト出すっていうね。いいけど。全然いいんだけど、君の V がいないと、君出せないから。出てくれること祈ります。もしくは他のね、今出てる奴らの VMAX とかが出てくれるとすごい助かります。お願いします。進化の子、プリン、ナラルニャース、エビバラ、お、出た、噂をしたら、ルガルガン VMAX、キラ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 、すごいじゃねえか。お前すごいじゃねえか。かわいい。ルガルガンさ、めっちゃかっこいいよね。これはどっちだっけ、太陽の姿みたいなやつだっけ、なんか、2種類あるね、姿。このかっこいいやつ、この悪みたいなやつと。いや、かっこいいなぁ。
ゲーム内でも結構ね、愛してました。じゃあちょっとこのルアルガン V の上に置いとこう。嬉しい。さあ、どんどんいきますよ。さあ、ジジイロン、やる気者、すみません、この辺が散らかってて、ちょっともう初めてなもんで。なんかてかアドバイスあったら教えてくださいね。ハスボ、こうやってあげた方がいいよ、みたいな。シンボラー、ツインエネルギー、そうなんす。あ、スクールガールね。クスネ。いや、てかマジで最初に SR が出たのがもうなんか、すごい、だんだんなんかこう、右肩下がりの動画になってしまってる気がする。すみません。クレフィー、あ、オンバーン結構 V 出ますね。オンバーン来た。かっこいい。ちょっとこの辺に置いとこう。さあ、どんどんいきますよ。あとちょっと、よいしょ。パンプジン、ハスブレロ、グライガー、スクールガール、ゴリッポ、パンプジン、ブロスター、グライガー、ちょっと光ってるよ。若干光ってるね。エアームド、サザンドラ、で、ニャイキングと、サザンドラだ。かっこいい。あれだね、今までさ、ジェットとか出てたから、ワン進化、一進化分はね、入れれるようになりましたね。はあ、かっけえ。ドラゴンカウンター、漆黒の牙。いやー、てか、ポケカはさ、毎回思うけど、そのカードとかポケモンによってさ、その、描いてるイラストレーターさんとかが違うじゃないですか。それがまた楽しめるよね。いやー、素敵や。いや、でもちょっとやっぱり、スクールガールだな。やばいな。この子確か、なんかものすごいなんか、数千円とかで取引されてんでしょ？多分画面に出してると思うけど。いや、恐ろしい。この子だけで、多分発売当初とかだったら、これワンボックス多分4、5000円ぐらいだったっけ？定価。なんだけど、多分それ取り返せるぐらいの値段で流通してたらしいですからね。いや、恐ろしい。今も結構それなりにすると思います。結構ね、その、コレクターたちがね、集めているということで。いや、すげー。はい、ということで、初めてですね、ポケカの開封ワンボックス、マテンパーフェクトやらせていただいたんですが、いや、すごい満足度。素晴らしいです。この充足感。ね、やっぱ開封ってやっぱ、いくつになっても楽しいですね。特にこうやって大人になって、この4、5千円、まあ、言っても4、5千円ってさ、大金じゃないですか。でもまあ、たまにだったらこうやって出せるじゃん。これでちょっとワンボックス買って開けてみるっていう、このね、やばいね。大人の楽しみ方。いや、これ俺自分が大人になったなとすごい実感します。まだ22なんですけど、全然若造ペーペーなんですが。いや、これはね、ハマる気持ちすごいわかります。ね、ちっちゃいこれ遊戯王とかデュエマのやつ開けて一喜一憂してたあの頃思い出します。ただやっぱなんといっても今回の目玉はこちらですね。スクールガール。この子がやっぱやばい。てか普通に可愛い。この子はね、このまま、厳重に保管しようかなと思います。デッキに入れるのはね、通常の子で、こういうね、可愛いカードはね、ぜひとも取っておこうかなと思います。ということで、やっぱでもプロモカードとか、あるいは VMAX とかね、てか僕はもうポケモンカード自体をこう、持つことが、めちゃくちゃ久々というか、こんなにカードがテカテカしてるのはもう俺知らないので、すごい昔のやつしかやってないから、やっぱね、新鮮で、もう、どんなカードでもめちゃくちゃ嬉しかったです、出て。あと、絵柄が可愛いカードとか、かっこいいカードは、やっぱ、モンドミオで、素晴らしいですね。ということで、なんか、キラキラしたらテンション上がるもん。ということで、またね、次回、実はですね、抽選で当たってるやつとかもありますので、またそういうのが届いたら、こんな感じで開封動画上げていこうかなと思いますので、まあ、顔出しとかでやるね、実写動画に加えて、たまにこういう実写動画も上げていければなと、思っておりますので、よかったら、チャンネル登録、そして、グッドボタン、まあ、面白くなかったら、まあ、バッドボタンでも別にいいです。よかったらね、反応ください。コメントなど、アドバイスなど、待ってます。またお会いしましょう。バイバーイ。心配いらね俺ら二人 Alright, I'll be back 君の元に後悔残さない俺ら二人 Alright, I'll be back 君の元にもうきっと変わらね俺ら二人。